大島つむぎの後染めの訪問着になります。エレガントな紫でしょ。かなりはっきりした色でおしゃれな色合いです。そこに黒と白が入っています。紫のノーパンで細かいサラサ柄をたくさん描いているのです。大きな構図もありまして、こちら全体がぼかしたように薄くなっていて白い線が入っています。こちらはグレーでスモーキーな感じ、こちらははっきりした色合い、そしてこちらもスモーキーですね。こんなおしゃれな大島つむぎの後染めの訪問着です。楽しくなりますね。帯はお着物と一緒に作って選んでおかないと、着ようとして合わせる帯がない、出かけられないということになりますね。この帯は舞鶴さんという京都西陣の帯屋さんの帯、青と黒の上に小さい星のような線模様を銀紙で作って、おしゃれなフォーマル感ですね。瞑想用にも使っていただけます。お食事会早く呼んで、秋に何か会がないかしら。ここ素敵ですね。こっち素敵ですね。こんな感じです。半円取りが綺麗です。お着物って楽しいのよね、嬉しいのよね。詳細は QR コードをご覧ください。